こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。今まで潜在意識を直す方法をいくつかお教えしましたね。潜在意識の中のインナーチャイルドとの対話がとても大切だということが分かったと思います。そして、インナーチャイルドと対話するときには、ある程度の決まった型があるということに気づきましたか？このようなインナーチャイルドと話すときの型にのっとった文章をフラクタル心理学では修正文と言います。これを読むことで潜在意識を変えることができます。これを修正すると言います。ところで基本講座3では、インナーチャイルドは2種類あるという話をしました。傷ついて拗ねているインナーチャイルドと、ただ未熟な赤ちゃんのままのインナーチャイルドですね。今日は未熟なままのインナーチャイルドの直し方を学びましょう。ということで、今日のテーマは潜在意識を勤勉にする方法です。赤ちゃんの時は周りの人が何でもやってくれます。自分はただ自分が望んでいることを言えばよかったのです。赤ちゃんだと思うと可愛いのですが、これがもし大人の姿をしていたら、これは暴君ですね。自分は何もせず周りを召使いのように動かします。究極の怠慢な状態です。潜在意識は現在のあなたの頭の中で活動していますから、あなたの体は大人です。その中に赤ちゃんのままの自分が生きていると、心の中でわがままな王様になります。これは困りますね。これがとても多い状態だとどうなるでしょうか。大人になっているのに働かないとか、親を怒鳴りつけて世話をさせるという人が稀にいますが、これは赤ちゃんのままの潜在意識が大量にあるからです。そこまでひどい人はなかなかいませんが、それでも赤ちゃんの自分が多いと、前回の動画のように疲れやすかったり傷つきやすかったりします。依存心が強くて自信がないという状態になります。逆に言うと、この赤ちゃんの自分が少なければ少ないほど、あなたは健康で有能になり生きやすくなります。ですから、赤ちゃんのインナーチャイルドを押し付けて勤勉にする修正文を作りましょう。直し方はこうです。目の前に2歳くらいの赤ちゃんのインナーチャイルドをイメージします。なかなかイメージできなければ適当でもいいですよ。2歳くらいの赤ちゃんの自分がいるんだなと思うだけでもいいです。そしてその子にこう言いましょう。あなたは自分は働かなくていいって思っているよね。そして周りの人に依存して生きているよね。いつも笑っていて楽なことだけしたいよね。でもね、それは間違いよ。あなたが生まれてきたのは遊ぶためではなくて、誇らしい仕事をするためなの。誰でもできる仕事じゃなくて、自分だからこそできるような仕事をして自信を持って生きるためなの。他にもたくさんの人生の目的があるの。赤ちゃんのままだと何も得られないのよ。だから成長しなさい。働きなさい。真剣に生きなさい。人に依存するのはやめて自立しなさい。すると人生の面白さや素晴らしさが分かって自信がついて何かを達成できるのよ。この世界で一番貴重なものは達成感なのよ。大人の私はそれをあなたに教えてあげたいの。だから一生懸命働こうね。あなたを愛しているからね。どうですか？その子はにっこりしましたか？にっこりしたら修正できますので、続けてくださいね。